主さん、待っておくんなんし、どうして逃げるんでありんすか。あちきがのっぺらぼうだなんて、そんな、ばあ。主さんの反応、大層面白うござりんすね。仕方ありんせん。では、こちらの顔などいかがでありんしょう。ほら、きちんと女としての顔になってるでありんしょう。それとも、こちらの顔の方がよろしゅうござりんすか。実はあちき、顔を自在に変えられるもののけの類でございんして、巷ではのっぺらぼうと呼ばれておりんす。以後お見知りおきを。見逃してくれだなんて、そのようなつれないことを言わんでおくんなんし。あちき、主さんとたくさん遊びとうござりんす。ええ、気分のすぐれないあちきに親切に声をかけてくださった主さん、その恩返しがしとうござりんす。せっかくですし、そこの遊郭で遊んでいきんせ。まあまあ、そんな殺生な。女を口説こうとしておきながら、いざ誘われたら断るとは、男の風上にも置けねえでありんすね。ほーら、逃がしんせんよ。あっちき、主さんのこと気に入っちゃいんしたからね。え、主さん、主さんはよくそこの遊郭に遊びに行きんすよね。どの顔の女が好みでありんすか。こっち見て、こんな顔、それとも、こんな顔、あるいは、こんな顔だったりして。今の反応でわかりんした、主さんの好みの顔が。これが主さんの恋してる女でありんしょ。違いんすか。地雷踏んでしまいんした。それは申し訳ございんせん。ええ、知っておりんすよ。この顔の女、熱烈に求愛する主さんを捨てて別の男のもとへ行ってしまったとか。かわいそうな主さん、あちけが代わりに愛してあげんしょうか。そう強がらずに。あちきなら本当の意味で主さんを愛せんすえ。ほーら、主さんの心も泣いておりんす。我慢しなくていいんどすえ。わかりんすよ、主さんのことずっと見ておりんしたから。雨の日も風の日もあの女のもとに通っておりんしたね。それだけ彼女を愛していたのでありんしょ。ですが、その恋は儚く散り、破れ去った。であれば、新たな恋に乗り換えるのもまた一興ではございんせんか。あちきの正体は確かにもののけでありんすが、人を愛するという心は確かに持ち合わせておりんすので、どうかご安心を。さあさあ、このようなところで立ち話もなんですし、どうぞ遊郭の中へ。あちきがたくさんお相手してあげんすからね。